皆さんこんにちは、ボンドチャンネル土井パフォーマンスです。今回はボンド東京でカスタマイズした車両を紹介したいと思います。紹介してくれるのは早くも2回目の登場、石井くんです。ボンドショップ東京の石井です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。今回紹介する車がこちら。はい、やってきました。 MG の GT63S エディション1です。これはですね、あの前回ご紹介させていただいた、はい、もう LC コンバーチブル、はい、あのもうずるい、もうこんなん絶対かっこいいに決まってるじゃんっていう感じだったんですけど、はい、今回はやばいやばすぎる。この車は、ね、なんかそんなになっちゃいましたね。雰囲気がちょっとやばすぎます今回。いや、なんか思った以上にかっこよくなっちゃいました。だからちょっと順番にご紹介させていただきたいんですけど、まあ、LC 同様ちょっと手数は少なめというか、はい、そうですね、まあ、本当に最小限のとこだけ触って最大限にかっこよくなってる、はい、そうですそうです、まあ、もう余計なことは一切してない。もともと車かっこいいですからね。そうですね、もう雰囲気はもう間違いなかったんで、まあ、63S でエディション1なんで、はい、まあ、いろんなところにいろんなものがついてる。いろんなものついてますね。あとは色がもうこのマットカラーですから、はい、そうですね、なんか久々にマットカラーいじったなっていう感覚なんですけどこのなんだろうね、マットの車がこうローダウンされてて、うん、そこそこサイズ感もあると、このヤバさ、そうですね、うん、これはもうかっこよすぎる。普通じゃないなっていう感じがひひひと伝わってくるんですけど、うん、そんなすごいな、ヤバそうな車に入れたホイール、はい、早速見ていただきましょう。はい、こちらです。あのいつもはあのホイール単体でドーン、こんなフィニッシュです、はい、こんなサイズですって紹介してくるんですけど、はい、今回はちょっと前後で見ていただきたい。あ、そうですね、っていうのはですね、これお分かりいただけますでしょうか。このコンケーブ、僕事前の車両確認で見たときに、はい、あれこれサイズ間違ってねって、あ、そうですね、あの確認するぐらいのこの、はい、フロントにこのコンケーブ僕もこんなにつくとは思ってなかったですね。ちょっとワーゲン、あ、ワーゲンじゃない、アウディって結構こう4本通しですごい太いホイールが履けるっていうんで定番で、はい、割と前後ものすごいコンケーブで入ってるのを見たことありますけど、はい、こうメルセデスでこれをやるかと。そうですね、なかなかないですね。だいたいフロントは浅めになっちゃうんですかね。もう見ていただけると分かるんですけど、だいたい拳1個分ぐらいはこのセンターがへこんでるというか、はい、コンケーブがついてるという。でこれが本当に後ろも変わらない、同じぐらいコンケーブがだからもうミニカーのちょっとそういうモデルカーみたいな、う、ね、もうコンケーブはこれだよみたいなお手本みたいな、ね、それぐらいコンケーブがついてるという、はい、で最近ちょっと撮ったカスタム紹介で、なんかこうサイズでかければ偉い、コンケーブついてれば偉いみたいの、ちょっとだんだん落ち着いてきましたよねっていう話をしたんですけど、あの落ち着いてなかったですこれはこれでかっこいいってやつ、ね、やばいのが視点にいましたで今回この AL13、はい、フィニッシュもちょっとこだわりのフィニッシュなんですけれども、そうですね、ブラッシュドブラックティントのクリアですね。マットにはしなかったですね。なるほど。なんで、まあ、ボディはちょっとマットなんですけど、ツヤ感のあるこのブラッシュドが透けてる感じですね、はい、金属感が残ってる。そうですね。で今回 DB008 ということで、はい、デュオブロック、デュオブロックです。要は2ピースのこっち側と奥側の2ピースで構成されているホイールになってます。でピアスボルトも50-50ということで、 この辺見てもらうと分かるんですけど、まあ、1個飛ばしで表に出てる。そうです。だちょっとこれ出しすぎると賑やかになるし、そうなんですよね、ないとシンプルに見えるし、はい、全出しはまあやらないですよね、あんまり。間を取るんであればこの 50-50 は結構おすすめのフィニッシュ、ね、はい、本当ちょうどいい個数ですね。なるほど。そして今回センターキャップはもうちゃんと 3D です。なるほど、はい、これがね浮いてるからね、このロゴが。そう、それはすごい、本当にすごい。でそこの 3D センターキャップのカラーをブラッシュドをブラックティントにするのもお金がかかってます。あ、なるほど。そこも揃えるのも、はい、こんなフィニッシュになってる。で今回本当にコンケーブがエグいんで、キャリパー大丈夫かなという感じですけど、もうさすがのサイズなんで、はい、まあ、この辺も余裕で。そうですね、意外とパツパツじゃない、まあ、あと今回のスチールブレーキ車なんですよね、うんうん、だからなのかなって気もしたんですけど。なるほど。でちょっと通り過ぎちゃいましたけど、サイズはこれは今回 22です。 22、はい、フロント 10.5、はい、でリアが 12J ですかね。 10.5 でこのコンケーブって多分ここをもう本当にマックス薄く作ってる感じ。そうですね。
これちょっと映像で伝わるか分かんないですけど、とにかくこの逆反り感、すり鉢状になってるのがもう、うん、これはすごい強烈、実物見てほしいぐらいですね。いやー本当ね、クイッと入ってる、ね、クイッと入ってる。そして組み合わせるタイヤがコンチ、コンチの、はい、スポコン6。そうですね。でこのちょっとムチムチ具合と、はい、なんか車も全体的にこう、うん、AMG GT ってこうムチっとしてる。そうですね。なんかちょっとだからあの絶対これ飛ばすんだろうなっていう、うん、だからもう本当マッチョですあそう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 、本当にマッチョな感じ、はい、もう絶対もうぶっ飛ばして走ってるんだろうなっていうイメージ、本当に飛ばしてるか分かんないけど、はい、もうそういうイメージの車になってる。そうですね。そしてまた今回強烈なのがこの車高です。はい、はい、ギリギリ攻めました。ベタベタね、はい、でまあまあ、もともとの車体そんなに低くないんで、意外と地面とのクリアランスはそんなに低いわけじゃないですよね、メルセデス系って。ただもうかぶってますからね、フロント、はい、これは今回何で下げた感じでしょうか。ASC ですね、あのアクティブサスペンションコントロールモジュールでしたっけ、それを使ってます。なんで、まあ、これはショーモードっていう設定の仕方で、まあ、一番低い状態のところです。なんで少し動き出せば勝手に、自動で上がります。多分このまんまの状態で走ったら多分エアサスエラー入ると思います。なるほど。でも視点でもブログだったりで何度も紹介させていただいてるんで、そうですね、まあ、人気の商品っていうのは皆さんご存知だと思うんですけど、はい、まあ、スマホで簡単に車高を上げたり下げたり、はい、まあ、あとは前後バラバラにしたりとか、そうですね、はい、そんな機能がついてるんで、できます。ただ、まあ、ちょっと正直レビューをすると、はい、デメリットもあるんですよね。デメリットあります。デメリットというかもうちょっとこうなってほしいっていうのが、そうですね、やっぱ純正のエアサスの動きの何ですか、速さにもよるんで、この車の場合は正直遅いめちゃくちゃ遅いなるほど。なんで、まあ、一番下げた状態で走ろうかなと思っても上がるまでにそこそこ時間がかかるんです。ああなるほど。やっぱそこら辺は普通にスーッてこう上がってくれる車とかの方がやっぱりいいかなっていう感じがありますね。スーパーカーのリフターとかロベルタなんかをちょっと想像してると、はい、もう本当に動いてるのか動いてないのか分からないぐらいのこうゆっくりさでこう、もうじーっと見てると徐々にこうズズズズッと上がってるような感じなんで、で実際その段差踏切とか、はい、スロープとか段差でこう、うん、ちょっと待たないと。そうですね、まあ、もうそこまでの段差だった場合は。なるほど、はい、まあ、そんなのもあるんで、まあ、ただ標準の車高にすれば、標準といっても僕があらかじめ設定した、まあ、これぐらいだったら走る車高かなっていうのだったら多分そんなに気にすることないと思います、この車だったら。まあ、使い勝手でカバーできる。そうですね、まあ、そこら辺は、まあ、オーナーさんにもあのアプリインストールしてもらって、まあ、自分の好みのこの車高だなっていうので走っていただければいいかなっていう感じですね。なるほど。もう本当にフロントだけでちょっとこうムチムチ具合とそうです、ね、かぶり具合とやばさなんですけど、はい、そのまま後ろに行って同じことが後ろにやられてるという、これはねちょっとね本当にやばい。あの最近ちょっと名古屋店で撮影していたださせていただいた、はい、あの LC は、はい、あえてちょっとその緩急つけるためにフロントのコンケーブを緩くしましたなんていうのを井村店長言ってましたけど、はいはい、これ前回まで攻めるとこうなるんだっていう本当にだから同じホイールでもそのコンケーブの付け方でちょっとそのしれっと履いてる風に見せるのか、うん、そうですね、それともこうやばい車にやばいホイールを入れてちょっとこうやってんな感出すのか。そうですね、はい、イメージはだからこの先日の LC がで僕が言ってたこととは真逆のことが起きてる感じですよね。本当にもう全開こんな感じになっております。 そしてもう車が本当にかっこいい、はい、やっぱりベース車両をちょっとこう気合い入れた車っていうのは結構重要なところかなっていう。そうですね、特にエディション1だともうみんなフロントも、うん、トランクのこのスポイラーなんかも全部ついてくるんで、はい、まあ、本当に少し触るだけでかっこいいっていうお手本のような車じゃないでしょうか、ね、本当はもう車高を下げてスペーサーちょっと入れればもう十分かっこいいんですけどね、うん、ホイールもいいの入ってますし、うん、なるほど。ただまあまあホイール変えてあげればここまでまたさらにレベルアップはもう確実にするという感じですね。続いて今回内装に関しては、まあ、特にカスタマイズしたっていうわけではないらしいんですけれども、はい、はい、まあ貴重なエディション1ですからせっかくですからちょっと内装をご紹介させていただきたいんですけど、その外のキャリパーに合ってる黄色のステッチだったりだとか、これ中もめっちゃおしゃれね。やっぱりかっこいいですね。もうかっこいい。もうステアリングもこの専用のエディションのロゴが入ったステアリングになってて、でシートも AMG のパフォーマンスシート、レカロのシートですね。でこれ63になるとこれシートベルトも黄色になるんですね。そうなんですか。
これ C6 さんとかだとエディション1でも黄色じゃないんだよね。あ、そうなんですか。そうへえ。クーペでもね確か黄色じゃないんだよね。そうだこれちょっとシートベルトしてても目立つじゃない、違う色のシートベルトしてると、まあ、まず疑いをかけられないでしょうね。あ、完全にしてるなって。だからちょっとこのその意味でもちょっとやばいな内装も仕上がってるし、うん、もう外装もこの雰囲気だし、まあね、正直手つけるところないですよね、うんうんうん、言っちゃうと。だから本当にこうノーマルでかっこいい車、はい、うん、ちょっと触るっていうのは本当にありだなっていう再確認しました、うん、で最後になりますけれども、はい、今回もちょっと結構対極な車を2台続けて石井君でご紹介させていただいたかなと、はい、もう本当に爽やかに、そうですね、もうかっこいい王道の仕上げにするのか、もう逆の意味で王道のちょっとやばいやつに仕上げるのか、はい、同じホイール、例えば同じデザインのホイールでも、はい、ちょっとそのフィニッシュ変えたりとか、はい、サイズ感とかコンケーブ具合なんかで結構キャラクターが使い分けられるかなと。そうですね、そこは全然変わると思います、はい、ただそこが一番難しいんですけどだからまあ本当にふわっとでもいいんで、はい、もうお客様とご相談させていただいて、そうですね、まあ、こういう風にしたいんだとか、うん、まあ、こういう方がかっこいいですよなんていうので、そうですね、まあ、いろいろ話を詰めて、まあ、まずはまあ希望があれば聞いて、うん、なければもう勝手に僕がご利用しパターンCチョイスで、はい、あの、はい、その上司の方と同じやり方なるほど、内山店長なんかアドバイスも入れつつ、はい、まあ、いろんなご提案ができると思いますので、はい、もう車種問わずでいいですよね。そうですね、はい、まあ、何でもボンド東京石井くんまでご相談ください、はい、というわけでボンドチャンネル、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。